はい、皆さんこんばんは。脳科学の専門家ブレイニスト和佐修司です。はい、こんばんは。和佐隆代です。さて本日は土曜日ということで、今日もフリートークやっていきたいと思います。で、今日お話したい言葉なんですけども、うちの奥さん YouTuber です。そう、 YouTube のチャンネルを持ってるんですけども、今日つい今しがたうちの奥さんの YouTube チャンネル登録者が1000人を超えました。なんだ、たった1000人かよって、はい、メンタリスト DAIGO さんとか中田敦彦さんとか100万人いってるぜって思うかもしれませんけども、3年かかったんです。いやもうね、いい勉強になりました。何がいい勉強になったかって言ったら、やっぱりね、世間に受けることをですね、発信していった方がチャンネル登録者数一気に上がるんだなって。私たちがどんなことを伝えたいかじゃなくて、世間が何を知りたがってるかっていうのを配信すればいいんだなって、ずっと分かったつもりだったんですけども、そう、分かったつもりだったんですけども、頑固でした、意固地でした。いやもう俺たちはこれ伝えたいんだよ、これ喋りたいんだよって、喋りたいことだけ喋ってました。自己満足でした。ですが、1月からですね、たった1ヶ月間でチャンネル登録者数、400人からですね、なんか600人ぐらいアップして、ようやく1000人登録者数をゲットすることができました。一言お願いします。はい、もうひとえにこちらの方のおかげでして、うん、私はまあひたすら喋るんですけれど、編集とかね、うん、あと、ひどいサムネイルのね、うん、変えたりね、何題名とかね、うん、そういうのも本当いろいろ試行錯誤してくださってですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、まあまあ、YouTube はよく言われてるんですけど、チャンネル登録者数を1000人超えてからが早いというふうに言われてるので、これからはですね、コンスタントに、そして私たちの自己満足ではなくて、世間の人たちが欲しがってるもの、求めてるもの、必要としてるもの、これ解決したいんだよって、解決したがってるものに対するアドバイスを提供していこうと思います。コンスタントにね、そうすることによってですね、まあまあ、1000人から一気にですね、そう、もうまた3年かけずに1万人とか10万人とかいくんじゃないかなと考えております。そうです。本当に頑固に自分たちが言いたいことだけを言ってましたけども、でもそれと合わせて、そう、自分たちのスキルとか知識とか情報を合わせて、世間の人たちが求めている形にカスタマイズしていこうっていうのを、ちょっとね、この1000人到達までのこの1ヶ月間の伸びしろでね、まあ伸び率でね、よく学ばさせていただきました。だからやっぱりですね、なんかビジネスをやるんだとか、世界を変えるんだとか、お金持ちになるんだっていう人いっぱいいますけども、要は自分が何ができるかとか、要は自分がどうなりたいかじゃなくて、それを実現するための手段が世間にどれだけあるかっていうことなんですよね。要するにやっぱ世間から考えないと、世間に照らし合わせないと、お金持ちになりたい、でもこれ、じゃあこれを売ってお金持ちになろう、違うと、世間が何を欲しがってるか、その欲しがってるものを売ることによってお金持ちになれると、そうそう、世界を変えたいと、よし、俺はこれをこう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 、こういうところをこうして世界を変えようって、いや別にそれ世界求めてるかどうか分かんないじゃんって、世界が求めてるところに対して投げかけるから、うわ、それをお願いしますって世界がお願いしてきて、そして、それをあなたが提供することによって世界を変えれるわけでやって、自分はこれをして世界を変えるんだっていう自己満足独りよがりでは世界は変えれないだとかっていう風に、やっぱりもう相手目線、世界目線、受け手目線でないとダメなんだなっていうのが本当に今回の経験でね、よく分かりました。だからぜひともですね、まあ、世界変えるとかお金持ちになるまでいかなくても、なんであの人はこんなこと分かんないんだろうとか、なんであの人はこういうことを言っちゃってくれちゃってるんだろうとか、そう、なんで私はあの人と分かり合えないんだろうとかっていうようなこと多々あると思うんですよ。でもそこはなんか自分はこんなに頑張ってるのにとか、自分はこういう工夫してるのか、自分はこんだけ考えてるのにとか、自分は、こんなにも相手のことを心配してるのに、じゃなくて、一度相手目線に立っていただきたいと思うんですよね。そこでですね、私たちがよく言ってるのは、なんかね、その相手の立場に立って、相手の、ね、心と体にアクセスするかのようにイメージして、あの人から見たら世界はこういうふうに見えてるのかなとか、そしてその世界を見ることによって、あの人はこういう気持ちになってるのかなっていうのをイメージする。そして想像して、そのイメージ、想像したものを感じようとすることによって、ちょっとね、自分というポジションを離れることによって、客観的に冷静に落ち着いて距離を取って見ることによって、分かってくるもの、気づけるものもあるんじゃないかなっていうのは、私たちもできなかったです。できなかったですけども、できないからこそ難しいというのはよく分かってるけれども、いっぺんやってみていただければなと思います。そう、私たちはそれのおかげで1000人超えだし、これからは1万人、10万人と目指していけるわけですから、というわけです。というわけで本日はこういった内容、参考までに。